SNS 副業をお送りします。今日はね、初心者がショート動画を作れっていうのをね、説明します。 YouTube を作るならショート動画を作るべきだねと思います。でまずですね、ショート動画を作るにはチャット GPT を使ってアイデアを10個ぐらい作ってもらうと。でその中で気に入ったものがあったらですね、シナリオをチャット GPT に出してもらって、それで作っていくと。でチャット GPT がいいものが出なかったら Bing のコパイロットもいいです。 AI ですね、これも。それからチャット GPT の代わりに Google のジェミニっていうのもなかなかいいです。それからチャット GPT の代わりにパープレクシティっていうのもいいですね。で私が今実際どうやってショート動画を作ってるかっていうと、もうね、アクセスが落ちたブログはね、長いんでね、読んでくれないし、その長いブログを YouTube にしたもので長い YouTube も見てくれないんですね。でこれをね、どうするかというと、チャット GPT に文章を要約してくれって言って入れるんですね。その文章そのままコピーして、でそうすると非常に短い文章にしてくれるんで、それに対して無料で文章をショート動画にしてくれるブリューってのがありまして、これはですね、1分以内にしなきゃいけないんですね。1分以上になっちゃうとショート動画にならないで普通の YouTube になっちゃうんですね。だから1分以内に編集してでもですね、1分以内にすると。それから1ヶ月で30個はショート動画を、まあ大体ですけどね、無料で作れるんで、まあこれは動画の使うその文字数とかね、それから使う無料の写真とかをの枚数で決まってるんですけど、大体1日1個ショート動画作って、で1ヶ月で大体いっぱいになるんで、そうすると1日1個作ってる分にはこれは無料でブリューを使えるということで、もっとね、お金を出せば、3000円ぐらい出せばあれですかね、もっと自由にね、何個も作れるんですけど、まあそれはお金がないので ね、これでやってます。それでできたショート動画をね、 YouTube に1分以内ですとショートになるんで、その何でしたっけ、ショートにしなきゃダメなんですね。それでインスタグラムとか TikTok にも応用できるんで、それからサムネですね、これなんですけど、これサムネ、これキャンバで作ったんですよ。でこれはね、キャンバで作ればすぐ使えます。ということでね、今日は初心者がショート動画を作るというのをお送りしました。内容が良ければいいねを、そしてチャンネル登録お願いいたします。久しぶりです。あれどうやったかな、これだ。それでは。